シュエンさん、チンイ、また会ったね。店長のご両人、よくぞ来てくれた。二人とも機嫌が良さそうだね。講習の準備も順調そう。これも六分街の皆さんのおかげです。自発的に参加してくれただけでなく、いくつかの外区で宣伝もしてくれたんですから。シュエンさん、後で副総監と一緒に市民の質問に答えるんだろ。ここ数日リンは自分が質問するんだって相当張り切っているよ。それはお手柔らかに。主らは知るまい。主演はこの手のことが一等苦手でな。緊張して咳をするまいと我の茶壺から3杯も飲んだのだぞ。長官、お客様とお話し中のところ申し訳ありません。こちらは先ほど届いた報告書です。カルロモロンから提供のあったフォロー内の複数地点について具体的な座標を解析しました。お二人に目を通していただきたく。ありがとう、ご苦労様。また先ほど連絡があり、ブリンガー長官が間もなく到着されるそうです。メディアもすでにあなた方の写真を撮るために待機していますよ。主演、我らもお迎えに上がらねばならぬようだ。これらの地点については 2,3 日中に人を連れて現地に。ん？なんぞこれは。何やら奇怪な座標に見えるが。奇怪？先輩、何か気づいたんですか？何かあったの？リン、アキラ、すまぬな。受け取った報告書にどうもおかしなところがある。少し主演と相談する必要があるゆえ、主らは先に建物に入っておれ。死刑。カルロ・モロンといえば、この前 EMP 発生装置を使って事件を起こした犯人だったね。嫌な予感がする。リン、主演さんたちの近くに行って様子を伺ってみよう。先輩、モロンが提供した座標ですが、確か彼の組織が以前に下見をしていたという地点だったはずです。先輩は奇怪と言いましたが、具体的にどういうことです？主演よ、前に広場で見つかった例の怪物、覚えておるな？もちろんです。あれの残骸を回収する作業が、確か今日の午後に。待ってください、先輩。まさか。この二つの事件には関連があると。かもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標も残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なっておる。何ですって？モロンが持っておったあの EMP 発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば連装系を破壊せず解錠できることは実証済み。組織がエーテル物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定したが、実のところ企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。もしそうなら自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。見つけたぞ。信号に遅延はあるが、車両は目的地に近づいているようだ。だが記録によると、およそ15分前フォロー内のある地点で10分前後停車しておる。10分。一見短いようですが、 EMP 発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば証拠を持ち去るには十分な時間です。先輩、
このことを局に報告しないと。すぐに連絡を。まあ待て、主演よ。フォローを走行する自動輸送車はフォロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。ゆえに自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。この段階で報告したところで局は人をよこしたりせぬ。せいぜい規定にのっとり遠隔分析というあたりが関の山であろう。確かに。ですがそんな悠長なことをしていては間に合いません。心配事はそれだけに限らぬ。例の怪物の回収は日時が決まって間もないこと。ましてやフォロー内の走行ルートなぞ機密も機密なのだぞ。民間人には知る由もない。だがモロンによれば奴の所属する組織はある程度時間をかけてフォローを下見していたというではないか。つまり治安局に内通者がいるかもしれないと。さよう。今輸送車のことを報告するとヤブヘビになりかねぬ。状況を鑑みるに我が自らフォローに向かった方が良さそうであるな。待ってください、先輩。それは服務規定違反ですよ。第一、リスクが大きすぎます。主演よ、これは一刻を争う事態なのだ。我らが言い争っている場合ではないぞ。今日の講習には大変な準備を費やした上、メディアも大勢詰めかけておる。主にとってもブリンガー長官に良いところを見せる得がたい機会。この場は任せたぞ。我は主の部下だが、それでも先輩と呼んでくれるではないか。今日ひとたびはその先輩を信じてみよう。必ず無事に証拠品を持ち帰ってくる。ブリンガー長官の車です。長官が到着した。逡巡しておる暇はないぞ。主演よ、あとは任せた。ではな。祀るべく亡きを祀るはへつらいであり、義を見てせざるは言うなきなり。ん？先輩が言ってたことですよ。大事なのは私たちが治安官として何をすべきかを知っていることだと。確かに私は長官の影響でこの仕事を選びました。ですがそれは彼への恩返しでも褒めてもらうためでもありません。あの時の長官と同じように誰かを守れる人間になりたい、それだけです。主演、無視は。先輩、私も一緒に行きます。あのフォローにいる敵は一筋縄ではいきませんよ。二人で証拠品を守り抜きましょう。それにブリンガー長官があの時の長官のままならきっと私たちの選択を認めてくれるはずです。あの怪物の証拠が危ない以上、私たちも指をくわえて見てらんないね。前回のようにあの二人を可能な限りサポートしよう。勝ったらあんたのおごりだぞ。準備完了。
周囲を我らの推測に照らせば、犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず。いかにして奪還すべきか、良い考えはあるか？はい先輩、思ったんですが、犯人が治安局に異変を悟られないよう輸送車の伝送系を破壊していないとしたら、ドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。犯人も素早く移動することはできないでしょうし、その過程で痕跡も残しているはずです。これらが行方を探す手がかりになるかと。うむ、理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、我らの推測が正しかったかどうかを確かめねばな。輸送車の信号を我はモニタリングできる。いざ行かん。リン、シュエンさんとチンイは先に自動輸送車を探しに行くみたいだ。フェアリー、輸送車の位置はわかる？皇帝、治安局自動輸送車の正確な位置を測定中。フェアリー、二人が最速で車両の近くまで行けるよう僕たちでサポートする。ルート設計は任せた。自動輸送車の GPS 信号はそこであるの？ここの移動装置は使えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。うむ、これは重い。リン、シュエンさんたちが足止めを食らっているようだ。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。よし、みんなのために。近道、ここのスイッチは全部何度でも操作できる。向きをよく考えてみよう。装置が勝手に動いた。装置が使えるようになりましたよ。うむ、出発するぞ。だがどうも妙だな。リン、僕たちもついていこう。マスター、自動輸送車へ向かうルート上に公営。ようやく見つけました。これが自動輸送車です。先輩、すぐに車両の状況を確認しましょう。外観は異常なし、何かが破壊された痕跡も、ドアを開けた形跡も全くない。中を調べねばならぬようだ。はあ、証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら始末書と減給は免れませんよ。でも今は考えないようにしましょう。先輩、車のロックを開けるのを手伝ってください。あれ、証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。シールで封もしてありますし。主演、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にあるエーテル物質の気配も広場で感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。
あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。シュエン、用心せい。筋金入りの命知らず、我らを生かして返す気など毛頭ないと見える。任せ、そこを動くな。それの移動エンジン上空に戻れ。チームワークは満点。先ほどの言い方からすると、我らが来ると知っていて車両の近くで待ち伏せておったようだ。一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来るという情報まで漏れていたと。おい、あの二人は片付いたのか。うわ、向こうにいるぞ。シュエン、奴らの仲間が追ってきよった。急ぐぞ。警告、治安官の付近に複数の生体反応、急速に接近中。治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装した大勢と鉢合わせることになります。リー、聞こえたかい。主演さんたちの進行方向には敵が大勢待ち構えている。なんとかして二人に伝える方法を考えないと。リン、それは間に合いそうにない。地図上の表示ではシュエンさんたちはもう行き止まりに追い込まれている。先輩、気をつけてください。ここにも待ち伏せが。えい、どかぬか。囲まれた。気をつけい。包囲されており、落ち着いて対応しよう。敵の攻撃が激しい。私たちを制圧するために、一体どれだけの人数を。止まりなさい。猫かぶりは下がってて。武装解除。配置に着きました。止まれ。簡単には振り切れないようです。
応戦しないと。ですが、このままだと代役が底をつきます。はっつい。見事な一撃ね。どいてもこれでも食らえ。一網打尽にするぞ。射撃を続ける。まずいな、二人とも建物の中に閉じ込められた。フェアリー、大至急なんか考えて。二人を助け出さないと。マスター、目標治安官の所在エリアから不安定な空間の裂け目が複数検出されました。一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この裂け目を利用できれば目標の二人を現在地から離脱させられます。リン、フェアリーが空間の裂け目を見つけたけれど、問題はどうやってそこまでのルートを二人に伝えるかだ。助手任務、フォロー環境であれば私はチンイー治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。待ってくれ、直接チンイーの無線にかけたりしたら僕たちの存在が露見してしまうだろう。お兄ちゃん、なんかプロキシがいるってバレるだけならリスクは許容範囲内だよ。ここはとにかく人命優先ってことで。確認、マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることですか、それともこの苦境から救出することですか。フェアリー、その2つは同じことなんじゃないか。して遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですが、飢餓の戦力差が極めて大きいため、目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では、失敗のリスクが急速に高まることがありえます。つまり、シュエンさんとチンイーの安全を確保したいなら、リンがプロ騎士として同行するしかない、と。肯定。ですが、マスターを治安官の面前に立たせることは、比較的大きな安全上のリスクをはらんでいます。はあ、全く頭が痛いな。シュエンさんとチンイーが治安官でなければこんな風に悩む必要もないのに。お兄ちゃん、今だって迷う必要はないよ。シュエンさんとチンイーはいい人だもん。私たちが将来背負うかもしれないリスクなんかより、今何もしなかったせいでこれから一生後悔することの方が私はずっと怖いよ。リン、それにさ、いい方向に考えてみようよ。みんなで協力できたらこのピンチを乗り越えられるだけじゃなくて、盗まれた証拠品も取り返せるかもって。肯定、マスターの考えは合理的です。わかった、そうと決まれば二人を助けに行こう。いかん、行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬな。周縁にはこの窮地を脱する策が浮かばぬ場合は我が敵を引きつける。主はその隙にここを脱し生き延びよ。は？先輩、何バカなこと言ってるんですか。フォローへ調査に入ることをガンとして譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらず、ボディを失うことは大した問題ではない。だが主は違うであろう。待ってください。先輩、私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすれば、それは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたら、より生還する確率の高いあなたであるべきです。主演よ、今は言い争っている場合では。
その通り。言い争うのはやめよう。二人とも。何やつ。無線から声が。私たちの暗号化周波数を解読した。一体どうやって。どっちをおとりにするかなんて、そんな話してる場合じゃないよ。二人揃ってここを切り抜ける方法聞きたくない？主は何者だ。どうして我らが主の言うことを信じられると。信じる根拠になるようなものはないんだけど、私はプロ吉だよ。本当ならあんたたちの前に現れるべきじゃなかったんだけどね。プロ騎士だからって良識がないわけじゃないよ。あんたたちを見殺しにはできないってだけ。プロ騎士。よかろう。主の見立てではいかにすべきであると。私が逃げるチャンスを作る。それじゃあ指示を出すよ。ですがまだ敵が。まあ任せて。今だよ、急いで。逃げたぞ。次はどうすれば。裂け目に向かって直進して。裂け目。裂け目だ、おい。はい、ついてきよるぞ。前方、裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。一個方法があるよ。危険は伴うけど、二人なら大丈夫。いるのであろう。姿を見せぬか。二人ともやっと会えたね。無視は白銀重工のポンプではないか。いや波のポンプに無視ほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力などもってのほか。無視一体何者だ。先輩、聞いたことがありませんか。インターノット上にかつていたという伝説的なプロ騎士。自らフォローに入って先導するのではなく、フォロー内外をリアルタイム通信で結ぶことによってそれを可能にしたという。ハエトーンか。その通り、私がパエトーンだよ。なれば我らが白銀重工の通報を受けた時、主は陰で全てを見ていたのだな。そうだよ。あの日私はフォローで白銀重工がなくしたものを探すのを手伝ってた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたの。あんたたちと同じように私もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠されてる陰謀と私がずっと追いかけてることが関係してる可能性があるから。つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされることをあなたも期待しているから、と。そういうことなんですね。そういうこと。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くないよ。治安官要請マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで協力者に任命できる。先輩、それは。私、協力者になりたいの。今からでも遅くないよ。きっと証拠品を取り返せるって。
わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パエトン、正式に私たちへの協力をお願いします。でもあなたも見た通り、敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面からぶつかるのは無謀です。心配ご無用、私に任せて。戦力で負けてるならフォローの特性を生かして張り合うんだよ。私得意なんだよね。自動輸送車の停車地点付近です。周囲の環境データをロード開始。マスター、前方に廃棄されたツールボックスがあります。さて、治安官の本領発揮といこうぞ。思考空間を構築して手がかりをつなぎ、事件を解き明かす。これを使い我の思考空間にアクセスする。モニターデバイスで思考空間を視覚化しました。集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。マスター、ここの地面には人為的に隠された足跡があります。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、現在地付近の電子機器にそれぞれ程度の異なるトラブルおよび破損が検出されました。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、前方にボンプが一匹倒れています。手がかりは思考空間に収納されます。現場横に小型フォークリフトが止まっています。事件の手がかりである可能性があります。
解析しています。少々お待ちください。解析が完了しました。保存した録音を再生します。頑丈なボディの車にしろってボスから言われたろ。なんで吹きさらしのフォークリフトが出てくるんだよ、この態度。走れればそれでいいじゃないか。フォローで今日は風が騒がしいなとかやるのか。まあいい、さっさと運転しろ。あと少しで自動輸送車が来る。電化頭のキャロットデータをチェックしとくか。思考空間に新たな謎が現れました。集めた2つの手がかりから1つの問題が導かれました。マスター、回答してみますか。そんな、映画じゃないんですから。確かに残されていた痕跡から見て、犯人たちはフォークリフトで現場に来た可能性が高いでしょう。全ての問題に回答できれば真相。近くに使用可能な空間の裂け目はありません。肯定、犯人たちは徒歩で現場を離れた可能性が高いでしょう。それぞれの手がかりを踏まえると、この推理は筋が通っておる。重要な問題が浮かび上がりました。犯人たちは証拠品を運んでいるばかりか、キャロットもありません。近くに隠れて仲間を待とうとするのは理にかなっています。マスター、
事件の手がかりが全てつながりました。これより事件再現は現時点での手がかりを利用して犯罪のプロセスを再現するシミュレーションです。事件の経過を直感的に知ることができます。再現はバーチャル環境につき物を拾うことはできません。マスター、事件再現中も現実の捜査に役立つ重要なピースが見つかる場合があります。注意してご覧ください。ここに隠し通路がある。現実でも気に留めておくと良いぞ。マスター、犯人たちは何やら小さな。見ろ、この扉はパスワードでロックできるぞ。これで追跡される心配はねえ。なるほど、じゃあ1234。なんだその数みたいなパスワードは。稼い54321。マスター、現実世界へ調査に戻ることが可能です。犯人たちがどこから立ち去ったか、もう分かっています。さあ、早く行ってみましょう。マスター、ここに隠し出口を発見しました。
ください。あそこに空間の裂け目が。でもこのエリアどうやって通過すればいいんでしょう。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。通行ルートを記録しました。現実世界に戻りましたらリアルタイムでガイドします。犯人たちはこの地点から立ち去ったんですね。犯人たちの通行ルートをマークしました。よくやったフェアリー。よし、ルートに沿って進もに放棄された建物がいくつかあります。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。の壁は事件再現はバーチャル環境につき物を拾うことはできません。かくれんぼが上手ですね。再生終了。
私の番。乗じて不意をつく。あいつら逆運と言わせて証拠品を取り返そう。この箱ですが、中はすべてエーテル物質です。本物の証拠品かどうか見てもらえますか？うむ、間違いない。この気配、たとえ密封された欠片であろうと全身がそう気立つようであるぞ。よかったですね、ようやく取り戻せました。包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか、証拠品まで奪い返されるとは。あとはフォローを離れさえすれば安全だ。シュエさん、チン、フォローの出口が近くにあるよ。連れて行ってあげる。先輩、出口は目の前ですよ。二人とも今日のところは見逃してくれるって感じなら、お先に失礼するね。安心せい、恩をあだで返せば雷に打たれると言うからな。それにプロキシは問答無用でヒットライというのもかねてより公平さに欠けると思っておった。先輩、治安官がそういうこと言っちゃいけないと思いますけど、とにかくパイトン、本日はご協力に感謝します。お礼を言うのはこっちもだよ。自動輸送車が危ないって小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためだからってフォローにまで入ってくれたんだから。じゃあね、治安官さんたち、次に会うときはお互い一触即発の状況じゃないといいね。先輩、パイトンは行ってしまいましたね。私たちも早いところ証拠品を持ち出しましょう。うむ、行くとするか。はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がかりから気づいた。
証拠品を守るためとはいえ、コローにまで入ってくれた。シュエンよ、今の言葉、怪しいところがあったと思わぬか？怪しいところ？あ、そうですよ。パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのは、てっきりホローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合、そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね、普通。あの口ぶりからすると、私たちがホローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。パエトーンは今日あの講習の場にいたのかもしれんのか。来たね、リン。今日は暇かい？一緒にルミナスクエアの治安局まで行かないか？え？なんでまた治安局？今日はシュエンさんとチンイーの二人が元の局に戻る日だと聞いたんだ。フォローの中だったらきっとお互い会わない方がいいんだろうけど、フォローの外では会いたくても簡単には会えないかもしれないだろ。
一理あるね。せめて二人の連絡先ぐらいはゲットしとかなきゃ。それに僕が考えていたのは、二人に贈り物をすべきだってことさ。例えばこの治安官が題材の映画、非常なる任務のコレクターズエディションなんてどうだろう。おお、確かラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行くやつだよね。いいチョイスかも。あの二人はもうすぐ出発してしまうらしい。僕らも早く行こう。